そんなような枝だってただの枝だけど面白い形がいろいろ隠れてると思わない？隠れてるけど、ね、でもするでしょ？なんかもうでかい。いやだからこの中で特に自分のいいところをさ、あそうグネグネしてるところ、ほらほらほらそういうふうにして探すのが楽しいんだと思う。でそうやって探すと無数にあると思います。面白い形。そうだ。で、それをどの台座に、一応台座はここにあるんですけど、台座も見つけてきていいんですよ。自分で探してもいい。でも台座はなかなか大きなものなので、あまりないんで、ここで好きなようなのを使ってもらって大丈夫です。これが台座ですね。方法としては、先に台座を選んで探しに行く方法もあります。